ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、まだまだね、夏が終わらない今日この頃ですけれども、今日はですね、ちょっと無人販売所をね、充実させたいなと思いまして、はい、今のね、無人販売所の現状がこちらになっております。あ、なるほど。見てください、玉ねぎ一袋を売っている状況ですね。ってことはあれですね、今100円で、はい、全てを買い占められるわけですね。そうです、はい、全部買い占められますね、無人販売所。うちのこれはなかなかですね。はいはい。ただこれちょっとさすがにね、寂しすぎるんで、はい、今日はですね、ここの畑行って取れそうな野菜全部取ってドドンと並べて買い占められないようにしますよ。それをもともとやっておくのがお仕事なんじゃないでしょうか。それを何わざわざ YouTube で撮影して、一石二鳥だなと思って。都合がいいんだと。都合がいい、ちょうどね。で、キャンさん本当は並べ取って並べたかったけども、あえてこの時間まで、はい、カメラマン待ちです、ずっと。すいません、撮らずに撮らずに待ってました。はい、それじゃ早速収穫していきたいと思います。レッツ農業。実家の軒先でこんなに大きい声で収録してるとちょっと恥ずかしくないですか？恥ずかしいよ。いない時で俺一人で収録してる時もっと恥ずかしいんだから。一人で行きましょう。はい、行きましょう。はい、ということで畑にやってきました。じゃあ早速ナスがね、結構ほら見て大きくなってますよ、ナス。あ、立派ナス。いいじゃない。秋ナスですね、もう。じゃあね、そうですね。こっちの勝手ですけどね、はい、取る時期てめえが取った時期が秋ナスになるわけだ。ナスもいいじゃない、無人販売所どんどん並べましょうよ。いいですね。ナス結構ほら大きいわ。あ、立派じゃない。大きいですね。いやあ、なんかすごい入ってる。ああ、これはダメですね。何が虫これ。これダメですね。結構いいな。豊作だ、急に。ナスはめっちゃ取れますね。あ、おっきい。あ、いいですね。いいよ、ナス。さあ、続いては、まだナス取ってあるんです。あ、こっちもナスが。お、奥のナスですね。奥ナス。すごい、ほら、角度。ナイキ型。すごい。あ、ナイキじゃないですか。ナイキのナスです。ナイキのナスですか。はい。いやー、ナイキの偉い人がこの動画見てないかとね、願いますね。細ナス。あ、細長ナス。いろんなナスありますね。そうですね。勝手に形がね。なんか本当でも形が。全然違う。こっち細いですね。あ、本当だ。なんでだろう。種類別なんですかね。いや、同じだと思うんですけどね。あ、だから本当あれ、土によって違うんでしょうね。これな、穴が開いてもったいな。あ、なんか食われちゃってるんですかね。大きいナス。あ、でかいですね。でかな。ナスはめっちゃ育ちますね。ナスは。はい。スイカ今年ゼロでしたからね。あ、スイカダメでしたか。ダメでした、全滅でした。スイカやっぱ難しいですね。まあ雑草取りをね、ちゃんとしないと。そもそもね、まあこのぐらい。 OK、 ナスいっぱい。はい、続いてゴーヤ。あ、ゴーヤまだあります。ゴーヤちゃんぽん。じゃあ、ちゃんぽんじゃない。ちゃんぽんですか。ちゃんぽんじゃない。ゴーヤはね、あると思うんです。ないか。ないの。ナスしか出せないよ、そしたら。ナスしか出せん。ナスしか出せん。カタンみたいに言ったけど、ハッシュタグナスしか出せん。誰が使うんだよ。これも1個あってもね。そうなんですよね、100円にしたいから。1個100円じゃちょっとね、ボロ儲けになっちゃいますからね。そんなね、1個100円で売っちゃったら、はいはい、
いいじゃん、いいんじゃない、ほら見てこれいいよね、奥にもありますね、こっちある、これもうちょい待ち、こっちだな、通行や、これ100円2個100円、あ、これはもう高級品ですね、うん、高級、うちの中ではね、思い込み使ったらそれも含めて100円なのかもしれない、価格にね500円かな、今物価が高騰してるからねうちも負けじとね、いや、あんま負けじとしなくていいんですよ、そう、あ、インボイスも始まりますからね、インボイス始まりますからねよくわかんないけどね、何ですかそんな、ゴーヤ2個100円で売るためにそんな言い訳しないでも大丈夫ですよ、2個、もうインボイスが始まるんでゴーヤ2個100円でお願いします、他はないと思うんですか、ミニトマトもあるねえか丸だけなってんの取っとくか、100円売れないかもしれないけど足りなくて、お家で食べます、あのねベーコンで今言ったじゃない、はいはいはい、美味しかったからね、居酒屋純一目指してますか、あ、言ってましたね、言ってました、ミニトマトのベーコン巻き串専門店ですよ、ね、じゃあじゃあそれだけでやられて、それをねまあ看板商品でやってきますけど、あと何出せますかね、出せますまあおひたしおひたしとかしかね作ってきてないですか、おひたしとかね、はい、おひたそうなぎとかそうですよ、そうですね、モノマネ芸人みたいな名前になってたのやりましたね、いやもうおひたせないでしょ、こんなにおひたせない、うん、羽生譲れないみたいにおひたせない、おひたしのおひたしのそっくりさん、そっくりさん、おひたせないもう全くあれですね、何撮るところをこのカメラを全く気にしないもう気にしてる場合じゃないんですよね、収穫っていうのは、なるほど、そんな甘いもこと言ってる場合じゃねえと、じゃねえっすよじゃあなんで YouTube 撮ってんだこんなもんか、売るほどあるかな、結構ね、もうボロ臭っていうのもあるんですよね下に包み隠さず見せますよ、そういうのね、そうなんですよねダメだな、全然里芋成長しないんですよ、今年はちょっとダメですね、はい、いつもはこの時期だともうこんぐらい僕のせいぐらいになってたんですけど、ダメですね、ダメですアメリカンスタンダップコメディみたいなどうですか今年の里芋の育ち具合は、うーん、里芋は全然育たないねまるで日本の経済成長と一緒だよああ、いいですね。風刺も効いてますね。あ、やっぱね、スタンダップファームコメディアンなんで。スタンダップファームコメディアンなんてそうです。新しいジャンル。いいですよ。ウィットに飛んでましたね。まあね、でも全然でも、地面はカラッカラだけどね。あ、いいですね。いいですね。新境地開拓じゃないですか。来月の事務所ライブこれやろうかな。同業スタンダップコメディアン。それ一本で。それ一本で。オッケー、で、ナス、ゴーヤ、ミニトマト取りました、はい、もう一個、ネギ取ります、あ、ネギもあるんですね、ネギは一年中ありますからね、ネギいきます、ネギ久しぶりにね、そうですね、お目見えですね、オッケー、ネギ私が収穫しました。いいですね。で、ポンですよね。ポンです。ナスと、はい、ゴーヤとミニトマトとネギ収穫したんで。麦茶も収穫した。そうそう。今年はいい麦茶が取れたなって。おい、そんなん言ってんじゃないよ。今日で、ね、急ピッチでこのキャラは作っていきましょう
じゃあ早速これを無人販売所に戻って並べたいと思います。はい、じゃあ取れた野菜をね袋詰めしていきます。ちょっとナスいっぱい取れたんですけど、はい、この半分はやっぱねちょっと穴がすごくて、はい、これさすがに売れないんで、はい、除外します。除外で、はい、でまずナス詰めてこっから。いいですね、この瞬間が。この瞬間が、うん、このなんか商品になっていく感じがいいじゃないですか。そうですね、あそこにあったやつがね、長ナス。結構でもいっぱい出せそうですね、ナスは。いっぱい出せそう、ナスはね。あ、4つ4つチャンス。4つですね。はい、入りますか。入ります。なんかわかんないけど、元がわかんないな。なんかありそうですよ、ナスこれ、100円長半賭博みたいな言い方します。入ります。行きます。ヨーダンすか、ドデカガス入れますか。あ、ドデカ入ったらもう…オッケー、なんとか。いや、もうちょっと見たことねえ形になってますけど。おかしな大きさ。おかしな大きさですもんね。さすがすごい。とりあえず2袋ですか、今日は。もう1個いきます。いきますか。いっちゃいます。まあ大きさ全然違うことになりますけど。はい、3袋完成ナス。これがなんと、はい、100円ですか。100円。あー素晴らしい。計算だけ。じゃ続いてゴーヤ、はい、いきます。まあ、2つですからね。2つで100円、この超高級品ですね。超高級、ちょっとね。いや、これで100円はもうちょっと小石田農園史上一番。はい、もうちょっとで、ね、みんな手出ないかもしれないですけどね。物価高がやっぱね影響ですね。はい、出ちゃいましたね。100円。で続いてはミニトマト。あ、ミニトマト今回出せますか。出しちゃいますね、分かんないけど。一袋くらいになるんですか。はい、ちょっと入れてみて。10個以上あればいけるし。これは10個。4、5、6、7、8、9。まあ、ある程度不揃いではありますね。はいはい、いけます、全然いけます。大丈夫ですか。20個ぐらいあります。で、これで100円で100円で最高。100円、あ、いいですね、かわいらしい。スーパーボール作った後みたいです。スーパーボール。お、懐かしい、水戸紫さん。誰がわかるんだ。さあ、あとはネギですか。ネギですね。はい、ネギやっていきましょう。いけ、切ってね。これ洗わないですもんね。洗わないです。もうご自宅でお洗いください。これめくればもう、はいはいはい、取れてきますんで。まあ、ちょっと細いですね、やっぱね。細いです、ね、細身のね、スレンダーネギ。その分本数をね。そうです、そうです。入れましょう。入れますよ、本数。信じてください、私は。ちゃんと本数入れますから。そんなもうね、誠実にね、はい、商売しておりますからね。誠実に安く、お値段安く。あ、いいですね。お値段以上。ネギ。お値段以上、小石田。小石田農園。いいですね、誠実に行きましょう、ね。何本で100円なんですか、これは。まあ、5本ぐらいで100円で行こうかなと思います。なるほど。1セット、2セットぐらい。2セットぐらい行きたいですね。無人販売所ね、賑やかにしたい。汗がすごいかきますね。じゃあ、ナス3、ね、ゴーヤ、ミニトマト 1、ネギ2出しましょう。本当はね、うん、玉ねぎ、じゃがいももあるから出してもいいですけど。はい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 。もうそこまでやるとね、熱中症で死んじゃうんで。それはまた後日。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11? 11かい。
奇数になりましたね。奇数になりますね。じゃあ特別、はい、どっちか6入れちゃうか、まあ、重さでね比べてもらって、だいたい300ぐらいになりましたね。まあ誰も文句言わないと思いますけど、そうですね、そんなラッキーだからね、多かったらラッキー、少なかったら残念。でもやっぱこの時期でもネギはやっぱり、はい、ちゃんとしてますね。ちゃんとネギって強いんですね。どうしますかね、トークライブ何売りますかね。ネギは売れるけど、ネギって持って帰りにくいっすよね。確かに長いから。はい、完成。お、これネギ、あ、いいですね。ネギ祭りですね。ネギ祭り、ほんとこれもちょっとね。じゃあこれ完成したの並べましょうか。バケツで作ってきた。あ、いいですね。原風景ですね。原風景ですね。これ一気に華やかだじゃない。いいですね。どこがトレンディーなんでしょうね。お墓参り行くぞ。重っ重っ。はい、じゃあまず坊や。じゃあ100円。ネギ2つ並びました。いいですね。シュッと。でミニトマト。はい。いいじゃない。でナスがいっぱいあります。ナス。ちょっと待って、これ。これとこれ全然サイズ。全然サイズあるな。まあこういうのもね。ガチャガチャ的にね、当たり外れ。早いもん勝ちで。早いもん勝ちで。まあ大きければいいってもんじゃないかね。おお、でもいいですね。どうですか。ほら、いいんじゃない。無人販売所、はい、これで買い占められないでしょ。だってこれ全部買おうとしたら、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,800円で買い占められちゃう。買い占めてやろうやめてください。みんなで分け合ってくださいね。食べられる分だけ買ってくださいね。まあ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 、すごいですね、はい、全然豊富になった感じがしない。うちの今の小石田農園の全勢力がこれですね。あ、スタメン。スタメン。小石田ジャパンだ。小石田ジャパン。ちょっと小石田ジャパン写真撮りましょうよ。小石田ジャパン。小石田ジャパン。あ、監督。小石田ジャパン。ありがとうございます。小石田ジャパン、ちょっとね、やっぱまだちょっと層が弱いんでね。はい。これから本当世界で戦える野菜育てていきたいと思います。伸びしろしかないですね。伸びしろしかないでね、うん、本当にこれからね、ゾーンプレスでフラット3で、はい、世界と戦っていきたいと思います。このショットナス3つこれフラット3です。フラット3フラット3だったんですね、はい、あとゾーンがまだガバガバなんで、もっとゾーンプレスできるようにフラット3ナスしかね、はい、ナスの選手層だけちょっと熱いぐらいなんでね。なるほど。他の選手層もね、ちょっと強くして底上げを図っていきたいと思います。11いないですもんね、そもそも。そうですね、はい、野球もできないからね。野球もできないですね。1,2,3,4,5 種類、はい、5種類だと何かスポーツありますかね。5種類、バスケじゃないですか。あ、バスケね、はい、富永選手に似てるって言われます。なるほど。小石田純一です。小石田、富永選手が構え出しの山下さんに似てるって言われてたのをちょっとそのままスライドさせて、スライドさせて、はい、モノマネ芸人なのに後追いでいくっていう感じでやってますけど、あ、なるほど。それはさておき、はい、はい、無人販売所、まあ一応いろいろ並びましたんで、これからねちゃんとコツコツ並べていきたいと思います。小石田農園の無人販売所、よろしくお願いします。トレンディ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。